こんにちは、石崎です。本日はパリーグのタイトルについてお話ししたいなと思います。パリーグの野手タイトル、ソフトバンクだらけ。今シーズン打撃で苦しんでいる選手が多いです。今までタイトル常連だったような選手でも苦しんでいたり、ブレイク期待の選手でも苦しんでいたりと、各チームたくさんの計算外が起こっています。特に広島や西武、中日が打撃的に苦しむのはある程度想定通りでもありますが、ある程度長打を期待したい巨人が打撃でも苦しんでいるなど、得点力で期待できるチームでも長打が出ないということがあります。ただその中でパリーグのタイトルで異変が起きています。まず打率、打率では近藤選手、柳田選手と2人が上位に来るのはある程度想定通り、昨年も近藤選手、柳田選手はタイトル争い最上位で、最終的には頓宮選手が首位打者でしたが、2人とも三冠王争いというくらいの内容でした。その中で3位に、同じソフトバンクで課題でもあった上位打線で起用されている周東選手が入ってきているのがものすごいです。ソフトバンクの課題は近藤選手、柳田選手の後ろのプラスアルファ、そして彼らの前で出塁できる選手というところで、まず打率で出塁できる選手を出すことができているのは今のところ非常に良いでしょう。まあもちろん近藤選手5番として多く起用されていますが、やはりこれからお話しするように多くヒットを放っていて出塁もできる、彼はできれば上位打線に置きたいところかなと思います。そして4位5位では楽天の2人が入ります。当然規定打席の半数以上というところまで広げれば、日本ハムの田宮選手、ロッテの佐藤俊也選手、オリックスの福田周平選手、西野選手、そしてソフトバンクの河村選手らも入ってきますが、現状ソフトバンクと楽天が上位5人を占めています。小郷選手も昨年ブレイク、そして辰巳選手はすでに楽天のレギュラー、外野2人、左打者である程度打率的に固めることができていて、足も使えるのは楽天の大きな武器になってきているでしょう。6位以下に外やセデーニョ、村林選手や郡司選手らが入ってきますが、昨年上位だった頓宮選手、さらに森選手や松本剛選手らの高打率期待選手が上位に入ってこれていない開幕2ヶ月近辺になってきているかなと思います。そして本塁打、本塁打に関しては山川選手が抜けてきています。昨年女性問題もあり多く出ることができませんでしたが、その中で今季は FA 移籍で躍動中です。今まではかなり頻打のチームで彼が唯一の長打というチームでしたが、今では後ろに近藤選手、前に柳田選手がいる中で長打を量産してきています。当初は苦しんでいましたが、当たり出すと止まらない力は健在です。そして2位以降ではセデーニョ、ポランコと助っ人が入ってきています。 NPB3 年目のポランコ、2年目のセデーニョと躍動してくれている助っ人はいますが、新助っ人はもう2桁本塁打すらかなり難易度が高く、今はアギラー、コルデロ、レイエスが抹消され、12球団でも新助っ人は本当に厳しい状況になります。そして西武で頻打の中で唯一ランクインしているベテランの中村選手は、まあ、打率的には寂しかったり打点的にはまだまだですが、長打を打てるという観点で彼がいるといないでは大きな差があります。まだまだ健在ですが、彼以上の選手をなかなか出すことができていないのはチームにとって大きな課題。新助っ人で大きなプラスを出して、それ以降に中村選手がいる、出ないとなかなかチームの頻打の中で上位に行くというのは難しかったんですが、助っ人で大きなプラスを出すことができないというのが本当に厳しいです。ランキング5位で4本の選手はかなり多く、各チームの主力選手たちが並びますが、ソフトバンクが3人、オリックス、ロッテ、日本ハムが2人、西武、楽天が1人という状況になります。やはり近藤選手、柳田選手は本当に打率でも上位の上で本塁打を多く放つことができていて、そこに山川選手という現在本塁打王、これからも本塁打王争いを続けそうな活躍の選手を入れることができているというのは相当大きいですし、最強クラスの主軸ということはできるのかなと思います。そして打点、打点でも山川選手が独走中。正直近藤選手が5番というのはやや遠そうで、山川選手が多く返すことができている現状だからこそ、近藤選手を前に置いてもっと山川選手の打点量産といきたいところですが、柳田選手、山川選手でこの決数度合いでもあるので、ソフトバンクの得点力がいかに高いかどうかがわかります。周東選手が多く出て主軸で返す、そして主軸が出たランナーを下位打線で返す、こういう展開が今のところある程度できていて、牧原大成選手が離脱している中でも三森選手が躍動していたり、戦力層を生かすことができています。また浅村選手も本調子ではないかもしれませんが、打点的には上位、小郷選手や村林選手ら上位打線である程度チャンスを作ることができているところもあるので、彼がもっと上がっていくと得点力はさらに上がっていくのかなと思います。もちろん4番としても起用されている島内選手がさらに上げてくれるところを期待したいところ、ただ楽天に関してはやはり上位打線である程度の打率、そして主軸でもまずまず打点を稼ぐ
防げている部分があるので、得点的に大きく目立っているわけではありませんが、まずまずパリーグの中で平均、それかそれ以上くらいになってきます。そしてオリックスは1番の福田選手が好調ですが、なかなか状態が上がってこない主力選手たち、その中で1人長打を放ち気を吐いているセデーニョは、もう本塁打打点という観点でも素晴らしいです。そして日本ハムでは1番打点を上げているのが郡司選手になります。トレード移籍から持ち味を十分出すことができている選手ですが、すでに昨年と同じ本塁打を放っており、万波選手、郡司選手、アリエルが2桁打点、タミヤ選手が12打点という状況。もちろん新助っ人の定調というところは響く中で、万波選手、アリエルがある程度主力的というのは想定されていますが、タミヤ選手、郡司選手も多く打点を上げられているというのは非常に良いところで、打点上位の選手を複数出すことができています。逆に西武はランキング上位に誰もおらず、中村選手は5本ですが8打点とチャンスではなかなか結果を出すことができておらず、トップの打点は佐藤龍生選手の11、次が抹消中のアギラーの10打点と致命的な打力課題です。ロッテも外が16打点ですが、本塁打上位でもあるポランコが11打点とやや寂しいところ。ただ岡選手、山口選手が打点2桁でいますので、まずまずといったところですし、特に岡選手が出塁をしている上で本塁打、盗塁も上位にいるというのは非常に大きいところかなと思います。そして出塁上位は打率上位の面々が並びます。近藤選手や柳田選手はやはり抜けています。もちろん打率が高い選手でもあるので当然出塁率も上がりますが、彼らは長打があり三冠王争いの選手たちでもあるので、四死球を選んだり、彼らの勝負を避けられて歩かされるということも多いです。特に近藤選手は後ろ期待のウォーカーの苦戦や、栗原選手もまだ状態が上がりきっていないところもあるので、5番になると出塁率はもうどんどんと上がっていくかなと思います。2位と3位でかなり差がありますが、周東選手が3位にいるというのも素晴らしいです。打率同様で彼が1番として多く出塁できているというのがわかるでしょう。当然彼は足が使えますので、いるだけで脅威の存在、ランナーに出るだけで本当に相手にプレッシャーを与えることができます。フォアボールも二塁打に近いくらいになりえますし、中軸が非常に優秀なので得点も上位になっていきます。そして小郷選手も上位打線、特に1番として多く出塁することができていて、紅林選手も打率こそまずまずくらいですが、低調なチームの中で多く出塁することができています。福田周平選手が規定到達までいければ彼も出塁で上位に入ってこれそうなくらいなので、中軸の低調が今のチームの打撃苦戦に直結していると言えるかなと思います。そして盗塁ではある程度想定通りのメンバー、高部選手が2軍復帰しているので今後出てくれば変わってくるかもしれませんが、周東選手が好調ということはそれだけスタメンに出ているということで、彼が多く出塁することができれば盗塁を一気に増やすことができます。そして小深田選手、小郷選手と楽天で起用されている選手たちが多く入ってきていて、小深田選手の打撃はまだまだ期待がありますが、足で本当に欠かせない存在。そして小郷選手も打率、出塁に次いでタイトル争いに食い込んできていて、楽天のリードオフマンとして欠かせない存在になってきたと言えます。岡選手も当初低調でしたが長打が出てきていて、上位打線で起用されている中で足でも持ち味を存分に出すことができています。松本剛選手はやや差がありますが、今季はコンディション的に整っているからか足も使うことができます。打率、出塁率等はまだまだこれからでしょうが、ここまで多く出場することができていて外野でも出場中、もともと足が使える選手でもあるので、彼が上位としてもっと率を上げられると足含めて中軸の打点を増やすことができてくるかなと思います。そして OPS、こちらはタイトルではありませんが、やはり大事な指標のランキングとして挙げさせていただきます。当たり前ですが、出塁率と長打を多く放つことができれば OPS 上位になってきます。逆に本塁打を多く放ちながら山川選手の OPS 的に7割9分6厘なのはやや低く感じるところでもあります。近藤選手、柳田選手、山川選手、この3人の誰かが怪我等でいなくならなければ、ソフトバンクが大きな失速をするとは思いづらいですし、プラスアルファ的にウォーカーが調整をしたり、栗原選手の状態が上がってきたりすると、もっともっと上積みを作って独走することができそうです。特に先発課題を打撃でカバーしたいと個人的には思っていたソフトバンクの今シーズンですが、大津選手、モイネロが先発として抜群のスタートを切ることもできたことで、先発的にはむしろ現在パリーグで上位になってきています。逆にある程度打撃的には上位で想定していたオリックス、森選手、頓宮選手あたりは上位にいてほしかったのですが、セデーニョだけでした。セデーニョは素晴らしく、逆に頓宮選手、森選手がいればソフトバンクのようにリーグ最上位となれそうでしたが、現状は苦しいです。そして外は本当にロッテにとって大きな獲得、ポランコ一人ではなかなか苦しかった可能性があった長打で、外が本塁打的にまだ目立っていなくてもパリーグで上位の OPS を記録することができています。23年は頓宮選手が3割の7厘で首位打者、3割打者が2人、浅村選手、近藤選手、ポランコが26本で本塁打王、
OPS で近藤選手が9割5分9厘、森選手が8割9分3厘、頓宮選手が8割6分2厘、柳田選手が8割6分1厘、浅村選手が8割2分9厘。打点では近藤選手が87でトップ、柳田選手が85で2位。柳田選手、近藤選手がリーグ上位2人という状況で、OPS9 割はリーグで近藤選手だけです。100打点30本という選手は1人もおらず、3割超えの選手はリーグ全体で2人でした。投手のレベルも上がっていて、打点環境が進んでいます。その中で今年は大きく変わらず、もちろんこれから変わってくると思いますが、傑出的な選手も基本的には同じで、ブレイクという選手はなかなか出てきていません。近藤選手、柳田選手の争いが目立つそう。そこに本塁打という観点で再び山川選手が入るかというくらいの状況。本来上位にいてほしいオリックスの主力組の低調というのは想定外でしょう。ソフトバンクはこれだけ主力がえげつない上で、野手助っ人唯一のウォーカーが調整中。さらに牧原大成選手が離脱している中で得点力で上位。この3人がいるだけで大きく崩れなそうですし、周東選手らのように上位で出塁できる選手がいれば常に最上位でいることができるでしょう。ワー的に見ても 11.9 で12球団ぶっちぎりの野手層。2位がヤクルトの5で、パリーグだと2位は楽天の 4.1 なので倍以上の差があるんですよね。オリックスはマイナス 0.5 というあまり見たことのないチーム総合ワーの数字になっていて、ソフトバンクは打撃で 38.5 というスタッツの上で、守備では 26.7 と大きなプラス。走攻守すべてにおいて傑出しているパリーグの野手、この野手を生かして独走といきたいところです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。